ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢屋八幡 TV。 本日も歴史について語ってまいります。昨日は10月22日で時代祭りでした。ちょっとバイト行く前やったんですね。取り急ぎ、三条通りですよねと、平安神宮へ、曲がるところのところですね、三条通りをちょっと動画アップした次第です。時代祭りをとはどういうものかと申しましたら、京都三大祭りです。一応、葵祭りが本当の祭りって言われますわね。で、葵祭りと祇園祭りと時代祭りであると。で、祇園祭り、葵祭りは歴史が古いですが、時代祭りは、明治28年、1895年に始まった新しい祭りです。葵祭りと同じように、葵祭りは平安時代ですからね。それより後の行列はないですけれども、時代祭りはずっと時代を下っていった、その、時々の衣装をつけた方が行列するということですね。で、平安神宮の祭りだということで、御所の懸念門院から出ましてですね、平安神宮に向かうと、行列であるということですね。で、葵祭りというのは、同じように懸念門院に出ますけれども、下鴨と上鴨の方へ向かっていきますわね。そこが、全く違います。平安神宮というのは、これ、平安遷都1100年を記念して、桓武天皇ですね、50代桓武天皇と、孝明天皇で121代ですかね、を祀る神社であるということですね。で、その日に付が最初に10月25日に始めやったみたいなんですが、その後、10月22日が、桓武天皇がですね、長岡京から、平安京に移った日が10月22日ということで、この日に行われるということですね。昨日は火曜日でしたが、それでもそれを守って行われているということですね。多くの今、祭りは、日曜とかですね、日祝に行われるようになってますけれども、それはもう守っておると。で、夜は鞍馬の火祭りがあるんですけどね。ということです。明治天皇というのはこれを制定したのは明治天皇ですからね。明治天皇というのは、これ表には出てませんけれども、落合菱なんか言われておりますように、京都皇統と東京の皇室がありましてですね、大嘗祭は二人怒られてると、明治4年でしたかね。ということで、これ間違いないと思います。なぜかと言いましたら、ここ京都に住んでましたら、明治天皇が行幸ですね、行ったというところの、この、石碑というんですか、碑が多く残っております。昭和陛下も大正陛下も来たというのを、ほとんど見たことがありません。ということはですね、京都にも、天皇がおられたんだということなんですね。どういうことかと言いましたらですね、東京へ、遷都じゃないですよ、今、テントです。向こうへ行ったのは、山口の田伏でですね、ずっと南朝の系統と、南京を守っていたという、騎兵隊の天皇と言われる大室虎之助ですね、大きい方です。その方が東京へ行ったと。それで、京都に残ったのはですね、孝明天皇がですね、この祀られている孝明天皇が、病気で、天然とかなんかかかって死んだということになってるんですがね、一説では殺されたんだと。その犯人は伊藤博文だと言っておりますけど、これ嘘です。偽装死してですね、六条堀川の日蓮宗で、
水戸藩の菩提寺であります本国寺ですね、本ですね、ブックの本と国は難しい国を書きます。なぜかと言いましたら水戸光圀の国を取っているからです、に入ったというふうに言われておりまして、これが堀川御所であってですね、堀川政略というのがあったと。それは一橋景気ですね。第15代の慶喜とですね、雲の目ですね、中川の宮とか言われておりますけれども、朝日光親王ですね、の二人が策略を巡らして明治維新を行っていたんだということですね。この朝日越しのというのは明治、昭和陛下の、お妃であられました光十金剛のおじいさんにあたります、これはもう間違いないと思います。本国寺はですね、なぜか知りませんけれども閉じられましてですね、タッチは残っておりますけれども、今は東急ホテルになっております。東急ホテルの御門が五七の霧の御門ですからね、おかしいなということは気づくと思います。で、この本国寺のはもう、三条のですね、淡田口を越えましてですね、そこに、天智天皇の御坂先と言われております。横に、廃寺になっております。これが京都高等であるってですね、孔明天皇の御子であります、睦仁親王ですね。これ、東京の天皇も睦仁やって書いてますけれども、これは大物とらすのですけであってですね、睦仁親王が、またこれも偽装しされてですね、堀川御所におったんだと。そのお子さんが、仲間の薫さんの父み君である堀川辰吉一郎であると。で、そこから高松の宮信彦を人死の絵を移っていく系図なんであるということですね。で、昭和天皇もですね、これ大正天皇のお子さんではありません。これは睦仁親王の流れであるお子さんであると。というのはどこでわかるかと言いましたらですね、睦仁親王というのは佐敷の宮ですね。昭和陛下は広人ということで有名ですけれども、この広を使っております。で、昭和陛下は、道宮広人で。で、睦仁、明治天皇の京都の方ですね、睦仁、睦仁、仁親王はですね、立ち飲みや睦仁であるというところで、この広の字がこう重なってきますわね。それでわかると思います。で、大正天皇というのはこれ落合先生もいろいろ書いておられますが、私はこの明治天皇のですね、東京に行った明治天皇のお子さんじゃないかと思っております。で、お妃は定名皇后なんですが、帝名皇后の足跡は京都にたくさん残っております。東京で生まれたというふうになっているようですけれども、九条家です。九条家の姫君です。ですから、この自覚の聖願寺とかですね、来られた言うてはります。で、京都もですね、馬町と言うて、今、京都女子大があるところだけ、この辺だけ第二次世界大戦九州家取るんです。そこを復興のために帝名皇后が来られたというような足跡も残っておりましてですね、この辺はどうも複雑です。それで高等な話をしていきますとですね、昭和陛下と光十金剛ですね、が婚姻されましてですね、これ先ほど申しましたように光十金剛は朝日御神のですね、国の宮、あと国の宮と言っていきますが、国の宮がですね、そこの お孫さんであるということですね。で、昭和陛下とのお子様、4人女の陛下とは続きます。
その後、平成の上皇が生まれてですね、日立の宮が生まれてですね、島津家に嫁いだ姫君が生まれたと、奈良に生まれたということになっておりますが、そんなボコ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 犬でもあるましや、できません。この、平成の上皇というのはですね、上皇陛下ですね、秋仁氏の、上皇ですかね。彼というと怒られますけれども、上皇陛下は、秩父の宮、これ、なんて読むんですかね。安人って読むんですか？難しいです。秩父の宮のお子さんであるということですね。お子さんがなかったというふうに言われておりますが、嘘です。これは、平成上皇になったと。それで平成上皇と美智子上皇后の中に生まれたのが今の近所陛下ですね。これはまあ、断言でこう繋がっているということなんですが、もう言うたら怒られるか知りませんけど、秋篠宮ですね。文仁親王というのは、まあ、安西高之氏とですね、美智子皇后の正座の流れのですね、妹の間に生まれた子であってですね、これどうも正座家というのもですね、隠岐の島のですね、物の目の流れのようです。ですから、この江の宮にですね、安城城の宮に行こうと移してはいけません。完全に、出の毛が途絶えてしまいます。ですから、平成の上皇とですね、それで、小泉内閣がですね、何も知らんとこう、今の愛子親王に、内親王に移そうというふうに、していたんだけれども、突然ですね、秋篠宮の方が解任してですね、久仁親王が生まれます。そうしたらそれを止めたということなんですね。八田ガラスが安倍晋三をやったというふうに私は八田ガラスから聞いております。実際、一説によったら殺されてなくてどっか行ったと。いうふうな説もありますが、とにかく消されたということですね。ですから、裏で動かす力は、今、京都にも3万5千人います。ヤタガラスがですね。それで、きちっと皇統を守っているということですね。時代末に、まあ、表で見たら、パレードですが、この平安神宮と、それと明治帝が二人おられたということ。で、行動の流れですね。これはね、きちっとやっておりますから、CIA はもう途絶えさせたくてしょうがないんですね。ロックフェラーやロシアルズ。もう親分ですからね、彼らの。ハプスバーグって言わな、通じませんがはね、今のバイト言ってますけれども、オーストリアのから来た人とか、ドイツから来た人とか話しましたら、ハスバーグですね。に入ったのは日本の天皇であるということですからね。で、オランダも、このルクセンブルク、三国、スペインの王道のすべて、日本の天皇から血が入っておりますんで、その辺を見ていかないとですね、日本の歴史が分かっていきません。本日は時代祭り、平安神宮、で、明治天皇二人いたと。で、天皇家の流れですね。を飾ってまいりました。本日はどうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。いたします。どうもありがとうございました。